11月28日、1日の取引を終えました。日経平均株価は昨日に比べて39円と28銭安、3万3408円39銭でした。小幅ではありますが日経平均続落しました。トピックスが 5.05 ポイント安の 2376.71 でした。トピックスもマイナスでした。プライム全体の 58%、 970銘柄が上昇、下落したのは全体の 38%、 635ということで、値上がり銘柄数の方が多いんですが、指数、日経平均、トピックスともマイナスでした。グロース250は 1.71 ポイント安、 0.2% の下落でした。3指数ともマイナスでした。日経平均株価冷やしチャートです。日経平均はマイナスとはいえ、直近の株価水準レンジを大きく崩すほどの売りには至っていません。高値圏でやや手がかり材料がつかみづらい中で一気に上には抜けていないということであります。売られているというようなチャート形状ではありません。今日はドル円が147円台ということで、一時期に比べますと円高方向に触れていると、このあたりもやや警戒要因になったのかもしれません。為替が動いているということで、自動車株ですね、頭の重い展開となっています。7270のスバルなどは今日は15円安 0.5% の下落でした。一方で、こちら特段の材料というわけではありませんが、2685アダストリアなど、いわゆるファッションですとか服を取り扱っている銘柄は今日は強い銘柄が多くなっています。何か秋冬ものの出足が好調などなどという話聞こえてきていますけども、こうした関連の銘柄は今日はそれなりに資金を集めていました。アダストリアは35円高 0.9% の上昇でした。今日の東京市場、手がかり材料、株としては手がかり材料に乏しい中で、日経平均小幅ではありますが続落と、高値圏で足踏み状態が続いています。以上、大引けの模様、東証アローズからお伝えしました。